水銀はひどい。明治時代の歌舞伎役者である、初代、中村鴈治郎は、27歳の頃、役者の仕事道具である喉、が枯れる、かすれる、という異変が起きた。そこで、気になって医師に診断してもらった。すると、思いもよらないことに、毒性がありかつ、喉に炎症を起こす、水銀を摂取していたことが判明した。調べた結果、水銀は毎日少量ずつ、弁当に仕込まれていたことが分かった。芝居茶屋に勤めていた人物がその犯人だった。弁当を運んでいたのは、鴈治郎の活躍を妬んでいた、先輩役者の、内縁の妻だった。医師の治療のおかげで、喉が潰れるという最悪の事態は避けれたが、かすれた声が完全に元に戻ることはなかった。鴈治郎は大変な努力家であることが知られているので、なおさら、水銀はひどい。鴈治郎が活躍をその後も続け、関西歌舞伎を代表する名優となったのは幸いである。